人志別森林鉄道は、秋田市北東部に、路線網があった秋田営林局の林陽軌道の、総称である、国鉄秋田駅東側隣接地に、ターミナル県諸木場を持ち、一級河川で、小物川支流の旭川の谷沿いに路線があった。現在は登山道となっている、朝日また、沢支線のインクライン跡すべて、期間762ミ、mm、リメートル。路線長は延長。 廃止が繰り返されているため、各路線とも、開設当初の長さを記す。一市別林道は北町牧場。一市別事業区17林般都市沢本線各の路線。中間に、松原駅、一市別駅、無択駅があり、沿線住民の利便のため、一市別駅までは客車を並結していた。一市別林道中野沢四川人別林道から、妙見付近で分岐 人種別事業区39、臨潘人別林道と座は、四川人別林道から、中野沢四川分岐より 1.5km 地点で、分岐。人種別事業区33、臨潘人別林道軽井沢四川人別林道から、軽井沢口で分岐。人種別事業区1、臨潘人別林道朝日また、沢四川人別林道 22.4km 地点、終点付近に、 約500メートルのインクライン区間が存在した。太平山と山道にあるお滝神社から奥に分け入り、朝日また、沢とぶつかる点が終点。無滝林道人別林道19キロメートル地点。人別山研修所奥馬場目、林道人別林道中野沢支線馬場目村人の、沢入口峠越えの区間に延長約550メートルの、馬場目水道があった。 杉沢森林鉄道の開設に伴い廃止。秋田中央交通人別リゾート公園線。運行頻度は1時間に1本程度。客車並結区間をカバーしている。秋田市交通局時代の一時期は、無宅駅跡に近い人別森林博物館まで行く。人市別国民の森線も運行されていた。秋田中央交通秋田温泉線。運行頻度は1時間に2本程度。 人種別リゾート公園線と完全に重複している。1965年当時、他に森林鉄道の事務所の資料にない共産工業生の機関車2両がいた。なお、人種別森林博物館に展示されている機関車は、陶器道で使用された機関車ではない。ボールドウィン号は、北見栄林局ルベシベえ林省、オンネイユ森林鉄道で使用されたものであり、 堺茂工業 D-29 は、のっしろ営林所、人種船ふな森林鉄道で使用されたものである。ただし校舎は、博物館への搬入に際して、人種別森林鉄道を経由している。本線は廃止後、秋田県道401号、有和人別自転車道線や、生活道路に転用された。秋田高校専門家の一段低くなっている道などが、廃線跡である。 しかし、旭川ダム建設や、人し別リゾート公園造成、秋田県道15号秋田八郎型線の拡幅などによって一部路盤が失われており、現存する区間も手入れの行き届いていない箇所が多い。特に、旭川ダムより奥では、土砂災害で長期間通行止めになる事態が、数年おきに発生している。旭また、沢市線や軽井沢市線など山間部の市線は、 自動車道として、別途建設された、ひとし別林道や、太平山の登山道に転用された、旧路盤とは別に原道が建設された区間も多く、橋脚や、溶壁の痕跡が残されている。朝日また、沢支線のインクライン区間には、枕木がそのまま残され、階段のように使われている。奥羽ばめ水道は埋め戻されており、原道の中の沢林道が山越えをする脇に痕跡がある。 秋田駅隣接地の貯木場跡は長年さら地のまま放置されていたが、秋田駅東口の再開発に伴い2003年以降になって区画整理され、マンション、小建て住宅地、駐車場、道路になっている。ありがとうございます。